はい、今日もあなたと百姓天国デロンデロンだ。いや、ちなみにあのスマホっていうのは防水防塵とかあるんですか？よく知りませんけど、次大根か。大根取りましょう。このアクションカメラがね、ちょっとお釈迦になったらスマホで撮らなきゃいけないんですけど、次は大根取りましょうか。よいしょ、しんどい。さあ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 、大根この辺、もうこれもね、大根も6月の半ばね、ずっと大根もね、去年の冬からね、こうやって秋冬から春とね、大根ずっとね出してますけど、もう本当はね、他に夏野菜ボンボン出てきたらね、そんなにはもう引っ張らなくても、お客さんはね、もう大根食べ飽きてる可能性があるのでね、多分そうだと思うんですけど、もう秋冬から春とね、ずっと大根入ってますから、そんなにはいらないということをね、おっしゃるとは思うんですが、他に野菜ないんでね。やっぱりこの最後のね、この露地の方がいいね。クリーンシーダーで撒いた方がいいのかな。あのマルチをするよりかはね、なんか伸び伸びと育ってる感じがしますもんね。まあそれでできるんだったらね、楽は楽なんですけど、やっぱこうやってね、でもこう草に覆われてしまうのでね、ちょいと収穫というかね、これはまあ面倒にはなっちゃうんですけど、よいしょ、大きそうなやつから取っていきたいんですが、これでかいな。これちょっとでかすぎるか。でかすぎるっちゅうのもなという感じなんですけど、まあまあいいか。これでかいな。これ箱に入らなくね。長いんだな。このトップランナーっていう品種はちょっと上に伸びるタイプなんだね。なんとなく昔作ってた大使とは違うね。何と掛け合わせてこうなってるのか知りませんけど、ね、よいしょ、ちょっと小さいか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、
今日は明日晴れるみたいだけど、今日はずっともう夕方ねまではこんな感じの天気なんでね。友達はまず大丈夫そうですね。とりあえずこんな感じかな。ね、コンテナ持つときはこうやって親指を皆さん離すっていうのを覚えておいた方がいいですよ。わかります？親指をこうやって、わかります？上げてるでしょ。こうやってこう持って親指をね、よいしょと親指をこうやって持ってこうやってこう手で持とうとすると腰に負担がくるんですよ。親指を離すと、そうすると腕で持とうとしないですよ。そうすると引きつけて上体、その上半身をここお腹にここつけてこうやってねぴったりつけて後ろに反らすんですよ。そうすると自分の体の中心のこうやって少しやることで体の軸の上に大根を乗せるんですよ。そうすると自分の体重ってほら60キロとか70キロじゃないですか。なのでこれが軽く持てるんです。手で持たないってことです。自分の体の重さで持つってことなんです。わかります？古武道とかその辺を調べてもらえば分かると思うんですけど、古武道ってだからこの親指とか指をこううまく使うんですね。こうするの、入れる、親指を外に出す、入れる、入れない。これね最初は慣れないですけどコツがつかめると腰痛めないです。だからやっぱりこういうことを俺習得するようになってからぎっくり腰なくなったんですよね。はい、手で持とうとすると絶対にアウトですね。まあちょっとうまく口では言えないですけど、実際にあの古武道とかね、あの YouTube でも検索して、あのまあいろんな難しいことを言ってたりするんですけど、単純に言うとこれだけですね。大根、キャベツ、白菜、人参は取ったし、あとなんだっけ、小カブか、小カブとラディッシュを今日ね、ルッコラ入れてもいいけどね、この辺、このこれが多分仕上がってると思う、このラディッシュがね。はい、よっこらせ、よっこらせ、よいしょ。ラディッシュはもう敵1週間あるかないかぐらいなので、おそらくねこの辺ね、どうしようかな、出荷のあれがすごくちょっと面倒だね。面倒だけどまあいいや、しょうがないね。はい、いい感じですね。こっちに赤いのがあるね。赤いのと一緒に出してあげようかね。こうやって一緒にしてあげるとカラフルでね、おしゃれでいいよね。ねえ、ちゃんとそんな百姓の園からそんな美的感覚をね、赤と白を、ま、混ぜてね。え、そんなにね数はいらないですけど、このままねサラダで食べていただいてと思うんですけど、ちょっと早かったぐらいだけどもう出さないとね。これも撤去はねそんなにないので、よいしょ、はあ、これも出荷調整っていうかね、あれが大変ですな。よいしょ。ミノタケっていうね、昨日まあねそういうあの農業の経営の話とかもね、彼はある程度もプロなので、彼がねそうやってプロになっていくプロセスにおいてね、
経営的な数字の話もそうなんですけど、経営って多分ね、業種に関わらず僕が一つ感じてることはね、まあ特に農業ではっていうとあれだけど、お金がねどん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 こうやって入ってくるようになって売り上げ上がっていくってね、まあ、もちろんいいことなんですね。じゃあ例えばね、20代でね10億円っていうお金の運用ができるかっていうと多分難しい。つまり20代で見えてる世の中とその子が普段使ってるお金とか生活感覚と10億円とが合わないね、わかると思うんですけどね、銀座の高級クラブに飲んでいけば座った時点で何万とか取られるっていう世界の、そういうところに行ってる人が何億円とか何十億円っていう商売やってるとすると、別にだから飲みに行けとかそういう話をしてるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて自分の身の丈と器とその金額とか、これがねバランスが取れてないと 見誤るんですよね。で農業ってそんなね一気にバカでかい、例えばね株価が10倍になってどのこのとかって IT みたいな話はないわけですよね。そうでしょ。だけどどんどん設備投資をしていって気づいたら借金がね、6000万あるとねっていう風になった時に、そなんか焦ったりいろんなね、いや大丈夫だと思ったり、それを数字上で判断することももちろん大事ですけど、自分の身の丈というか器が大きくなってこないとその数字とのその齟齬が出るんですよ。これは何とも言えない、なんかね、いやそんなことは世まい事だよっていう人もいると思うんだけど、僕はいろんな人を見ていて、でねそれが齟齬があると何が起きるかっていうと、思わぬことが起きる可能性があるんですよ、農業の場合は。なんせね台風が襲ってきたりね、隕石が落ちるかもしれないでしょ。自然に任せてというか、自然の中でねこうやって農産物を作ってるっていうリスクっていうのは想定外のことが起きるわけですね。でしかも次なんだっけ、水な、なんて言ったらいいのかな、津波が襲ってこようが地震が来ようが、それって俺たちにとってみればね、地主さんともそうだけど、マイナスっていうかそのリスクの一つでしかないわけですよね。どういう理由があろうが、農業が営農ができなくなったら何だって一緒なんですよね。地震であろうが弾であろうが、それが人から来る問題であろうが天災であろうが、営農ができなくなったら終わりなんですよね。って考えると、その辺のね自分の器よりもでかいことをやり始めると、自分のコントロールをその手の中から、その自分の畑とかいろんなそういうや、そのなんていうか数字とか含めて、離れるんですよ。わかりますかね、うまく言えないけど。そうすると何かが起きることってよくいろんな人を見ててそう感じるんですね。この人ちょっとやばいんじゃないかなって、まあ俺はそんなことだから言いませんよ、当人にはね。だけどちょっと身の丈から外れつつあるなっていう人はまあいるわけですね。まあ調子こいてるって言ったらすごい失礼ですけどね、特に売り上げが上がってる時に、でもちろんいいですよ、それが。でも例えばプライベートな問題だったりね、本人がなんかこうねお酒飲みすぎてどうのこうのとか、そういうのはまあね本人の問題なんであれですけど、そういうことがないにしろ何か起きてくる可能性ってゼロじゃないんですよ。わかりますかね。でそういう意味でそういうことも含めて考えてなきゃいけない。だからやっぱりね、少しずつこう、だからそういう意味では逆に言うとね、自分は経営者に向かないっていう人もいるわけです。扱えるお金の金額が最初からもうちょっと自分では無理だなと思う人は人に経営を任せればいいだろうし、で自分は野菜を作ってる方が楽しいっていう人もいるわけじゃないですかね。その辺もね意外と皆さん見落としがちだなと僕が思うことなんですね。だからとにかくもちろんこうやってね売上を上げていってどんどん畑広げていって、それはいいことだけど、パッと気づいたらね、んちょっと待てよって、少しね自分の今のやってることと畑の広さとか売上とかと今の自分がちゃんとこうコントロール下にあるだろうかっていうことを少しね落ち着いて見た方がいいですよっていう感じですよね。でもともとそういうポテンシャルがある人はいいんですよ。でもねなんかちょっと夜が眠れなくなってきたみたいなね、今は順調でいいけど何かあったらこれまずいぞっていう時が来たら、順調であってもねやっぱり何かねちょっと縮小しようかとかね、いろいろその辺はもう第三者には分からないんですよね。ただそういうふうにすることによって未然にリスクを減らしていく。特に農業の場合は
本当にわからないわけですよね。今のこの円高円安もそうですけど、これもね、関係する人には関係するわけでしょ。我がの上にどういう影響があるのかってよくわかりませんけど。よいしょ。水菜収穫してますね。なのでね、なんてうまく言えないですけど、特にね、農業はね、そういうこう金融だとかのそういうね、数字的なビジネスと違って実態があって、こう人間的なものが反映しやすい仕事だと僕は思っているので、まあもちろんそのやり方もね、少量多品目とね、大規模単品栽培とは全くそれも違うとは思いますよね。それによっても変わってくるものだとは思うんですけど、ちょっとうまく言えないですけどね。そういう身の丈に合ったっていうところが見落としてると痛い目に遭いますよっていうことなんですよね。でそれをね、僕が感じるのは、どうしてもね、僕らは百姓は普段はこうやってね、太陽だとか土とかね、俺たちが作ったものじゃないものを恩恵として受け取りながら、その感謝がなくなっていくんですよね。専業農家ってどうしてもそうならざるを得ないですね。発芽して当たり前、野菜ができて当たり前っていう風なことが多くなってくると、やっぱり罰が当たるような気がするんですよね。いろんなものを見ていて、いろんな人や事業を見ていて、破綻する事業っていっぱいあるじゃないですか。去年2023年農業経営体一番破産多いんですよね。でそれってね、こういう個人のような人がね、辞めていくとかっていう違って、売り上げがね、10億20億っていうところで破綻していくわけで、私は知りませんよ、その内情とかね、分かりませんけど、でもそういう視点がお持ちじゃないのかなというふうには感じるっていうことですね。ちょっとうまく言えませんけどね。そう、これはね、借金を背負って何かやったことがある人じゃないとなかなかわからない感覚かもしれないけどね、人を雇うこともそうですよね。人を雇ってね、その人の人生のね、何年間かを一緒にこう共に過ごしていくっていうのは、ちょっとね、また違うですよね。別にそこまでね、背負う必要なんかもちろん経営者である限りないっちゃないんですけど、こっちは親身になってね、雇っていても全然受け取り方が違うっていうのはよくあることでね、人を雇ってみるとすごくよくわかることですけど、一生懸命こっちは頑張ってね、これぐらいでいいのかなと思って目いっぱい給料出していても、安いな、やってられないぜって皆さん思ってるわけですね。日本のサラリーマンの方って皆さんそうですよね。 9割の人が不満なわけですよね。そりゃそうでしょ、知りませんけど、安くすぎてやってられねえぜってみんな思ってるわけでね。でもね、自分が雇う側に回ったら初めてわかるんですね。人を一人雇うってこんなに大変なんだってね。保険つけてどうのこうのとかなってきたら、あなた偉いことですよって。でそういう人件費っていうのはね、この農業の世界においては本当にね、その一人雇ってじゃあいくらね、その入ってくる単価は何だとね、トヨタ自動車さんが車1台売っていくらの利益があるのか知りませんけどね、私たち100円200円の勝負してるわけですよ。そっからね、人を一人雇ってね、給料いくらなのかって考えてごらんなさいよって話でね。まあまあ、なかなかね、そういうのってね、こう難しいんですね。だから人を雇ってもリスクね、雇わなくて僕みたいにこうやってね、一人で気楽にやってもこうやってね、昨日夜中に帰ってきて朝一番で誰か収穫してくれる人なんかいないわけですよね。自分でやんなきゃいけないね。でも僕はそれを自らこうやって選んでね、そっちの方がいいんだと思ってやってるのでね、こうなっちゃってるわけですよ。で性格的にこんな風になっちゃってるわけですよ、はい、アウトなわけですよ皆さん。ね、ぜひ皆さん、ああはなりたくないなっていうね、その一つのモデルとしてね、反面教師として、ご覧いただければと思うんですけども。でも農業ってね、やっぱりね、自分がこうやってどんどんね、大きくなって、じゃあ自分がもう経営者としてね、現場出なくなるってなると、やっぱり何か変わっていくんですよ。そういう人を何人も見ていてね、やっぱそこはちょっと違うなと昔から思ってることなんで、だからどうしたらいいんでしょうね。難しいですよね。観光栽培であればそういうことはまあないとは思うんですけど、僕みたいにオーガニックでね、
なんかこういうノリでやってるとそこら辺のクリアが難しいですよね。意外とね、その辺でうまくいってる人とそこをクリアした人って、そんなには数がいないように思うんですよね。僕はいろんな人見てますけど。もうどれぐらい取ればいいかな。でもあんまり取りすぎると数がないな。こんなもんか。もうちょっとだけ取ったら終わりか。ごめんなさい、今出荷中ですので、メールには LINE には出れません。そうだからね、このこうやって今スマホがピロンピロンになったでしょ。こういう時に音声でね知らせてくれればいいんですよ。誰々さんから連絡が来ました、 OK、 じゃあ読み上げてっつって、なんとかなんとかです、 OK、 じゃあ返事、返信今から言うから返信してくれるとかっていうのをこうやってね音声でやっていくぐらい。だからそういう意味ではね、やっぱり AI 遅いんですよ、俺から言わせると。全然遅い、スマホは。こうやって喋りながらね、そうやって連絡ができたり、 OK、 じゃあ何々さんに電話してくれるって、プルルルって、はいはいって言って、こうね、勝手にこうやって口で言って電話をしてくれるようなねシステムとかできないもんかと思ってるんだけど、できないんだこれが。ってことでしょ。こんなもんかな。しんどいな、今日はしんどい。はい、ということで、よいしょ、はあ、はあ、久々にしんどい出荷だね。それではまた。